強風、強風は、川西航空機が太平洋戦争時に開発した日本海軍の水上戦闘機である。略符号は n 1 k 1連合国側のコードネームはレックスであった。主任設計技師は西木飛行艇も手掛けた、菊原静夫。本機は水上機でありながら、空戦を主目的とした機体として設計されたが、開発が難航したことで、 活躍の時期を失い、性能も期待外れで操縦も難しかったことから、生産数は100機に満たない。本機登場までのつなぎとして、冷戦を水上機化した二式水上戦闘機が開発されたが、こちらの方が、生産数も多くそれなりに、戦果も残している。本機をベースとして、極地戦闘機、陸上機自然が開発され、さらにその改良発展型である、自然改めは、 対戦末期に日本本土に襲来した B-29 や米航空母艦艦載機の溶撃に活躍した。日本海軍はシナ地変時に95式水上偵察機を溶撃機や攻撃機の代わりに使用して効果を上げた実績から南洋諸島に進行した際の飛行場完成までの制空権確保及び空母艦載機の不足の保証を目として 本格的な水上戦闘機の開発を1940年、昭和15年に決定した。第1次世界大戦以前は水上機が中心となって戦闘任務を行うことも珍しくなかったが、第二次世界大戦頃には観測や偵察任務用の機体がほとんどであり、本格的な空前を行える水上機の開発は当時の日本の事情を反映したユニークなものであった。 1940年9月、海軍は水蒸気の開発経験が豊富な川西25、四水上戦闘機として本機の試作指示を行った。試作指示書に示された要求仕様の概要は以下の通りである。この仕様を当時ちょうど実用化された冷戦11型と比較した場合、速度で30ノット以上上回り、航続距離で3分の2、武装で同等以上となる。 簡単に言えば新鋭主力戦闘機と同じ性能の水蒸気を作ることを要求されており、特に速度の要求は水蒸気に求められるものとしてはほぼ実現不可能と言うべきものであった、同時期に開発が行われていた雷電の原型機の最高速度でさえ時速 578km である。結果的に完成した機体の最高速度は要求を 時速 100km 近く下回ってしまうが、川西の菊原静尾岸を中心とする開発陣では、口実するな技術的努力を行い、要求を満たすべく、意欲的に開発に取り組んだ。なお、本機の開発は、難航が予想されたため、そのつなぎ的な意味合いで零戦11型を元にしたに、式水上戦闘機が中島飛行機に行って開発、生産され、 太平洋戦争初戦で活躍することになった。川西は海軍の要求仕様に応えるため、前年に試作指示された水上偵察機である試運動用の各種新機軸を取り入れた。以下に機体各部ごとにその特徴を説明する。海軍航空技術省飛行機部が1942年、昭和17年12月から1943年。 昭和18年2月まで空船フラップによる実験を行っている。データは活動写真経緯により飛行の経緯を記録し、時期加速度計を併用して得られた。実験高度は2000メートルである。実験時の強風の重量は3500キログラム、翼面荷重は148.9キログラム、平方メートルである。空船フラップを用いると旋回半径が 通常の70%から80%へ減少した。この時旋回時間の減少は見られなかった。宙返りに関しては直径が減少し、宙返りに要する時間も減少した。強風が148ノットで侵入し、旋回した際、荷重は3、3G かかり、旋回半径は180メートル、時間は15.5秒を要した。これに対し、 151ノットで侵入し、19度でフラップを効かせた場合、荷重は 4.1G、半径は140メートル、時間は14.5秒であった。同様にして、宙返りを計測した。190.5ノットで侵入し、フラップを用いなかった場合、宙返り直径は305メートル、最大荷重3、4G であった。宙返りの頂点まで21秒かかり、 速度は105.4ノット、荷重 1.65G、高度差は437メートル、侵入した地点からである。また宙返り終了に要した時間は23秒、高度差はマイナス111メートル、侵入した地点から、速度は184.5ノットであった。これに対し、189.4ノットで侵入し、フラップを19度で行った場合、 中外離直径は 250m、最大荷重 4.0g となった。中外離の頂点までに9.5秒、高度差 398m、進入地点から、速度は95.5ノット、荷重は 2.0g である。また中外離終了に要した時間は17.5秒、高度差は 95m、進入地点から、速度は142ノットであった。 使用時と不使用時では高度差が200メートル生じ、また空戦フラップ使用時の速度低下はかなり大きかった。1943年12月21日に強風は正式採用されたが、すでにその時期にはソロモン方面の戦いはアメリカ軍の勝利で決着し、日本は絶対国防圏の指示を唱えて主政に回っており、島し部での進行を目的に開発された本機の 活躍の場はほとんど消滅していた。そのような状況ではあったが、正式採用と同時に、強風は、インドネシアのアンボン島やマレー半島西岸沖のペナン島に開けしていた水蒸気部隊に配備され、少数ではあるものの B-24 や、その紹介機型の PB-4Y 及び B-29 の撃墜派を報告している。大爆撃機戦闘の際は、 次元起爆式の 31kg 爆弾を敵機情報から投下しその爆によりダメージを与えるという戦法を取ることが多かったようである。一方、日本本土では佐世保航空隊や大津航空隊、琵琶湖に配備されて防空任務についていたが戦績はほとんど皆無であった。その他菊水1号作戦の直演などにも使用された。 なお1945年2月16日、千葉県立山沖で一機の強風が冷式、環状戦闘機と交戦中の F6 階に横槍を入れる形で戦闘に突入、格闘戦の末、一機の撃破を報告している。これは、強風が敵戦闘機に対して挙げた唯一の戦果であるという。結局本機は登場時期を意し、本来つなぎ的存在であったはずの二式。 水上戦闘機の方が活躍するという結果に終わってしまった。しかしこのような事情があったからこそ強風は自然の母体となったも言える。当時の海軍も強風が自局に見合わない存在であることを見抜いていたので発注数は予定より大幅に削減されたが、それは川西に事業の不振を懸念させ、本機を陸上機化した自然の開発を促すことになった。自然と その改良発展型である、自然改めは、総流翼や自動空戦フラップといった本機の特徴を受け継ぎ、対戦末期に最後の奮戦を見せることになる。強風の生産は川西のみが行い、総生産数は試作機を含めて97機であった。このうち31機ほどが終戦時に残存していた。なお生産されたべての機体は、強風11型に分類されるが、 自二21型を水蒸気としてフィードバックした強風22型という派生型の開発計画があったとされている。強風は戦後に性能テストのため4機がアメリカに輸送されたが、そのうちの3機はほぼ全部品が揃った状態でアメリカに現存している。2015年5月現在の状態は以下の通り。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。